今回はテルボンヌジョガーズについてお話ししていきます。特徴は3つ。シルエットが綺麗、履き心地が良い、薄くて涼しい。この3つを軸にお話ししていこうかなと思います。こんにちは、ポテシエです。ご視聴どうもありがとうございます。僕のこちらのテルボンヌジョガーズはブラックなんですけれども、よく見ると若干グレーっぽい色合いですね。カラーはこれの他にも、まあ、グリーン系だったりカーキ系だったり、今年のモデルは結構いろいろなカラーが出ておりますね。で、素材は 100% ポリエステルになっていて、表面は DWR 撥水加工が施されております。ウエストの部分はこうゴムがついていて、紐でも調整することができます。ポケットは3つ。両サイドからちょうど良い深さのポケットが2つと、お尻の部分にジップがついているポケットが1つあります。ちなみにフーディニみたいに裏返しにこの中にしまえるような機構にはなっておりません。ポケットの裏地がメッシュになっているので、まあ、ポケットに手を入れた時にサラサラなのはもちろんなんですけれども、裏返しにした時に裏面の素材と肌の間にこのポケットのメッシュが来ることによって、肌と直接触れて汗かいた時にこうジドッとする感じがなくなるようにできているんですね。というのもこのポケット両サイドの部分がメッシュなだけでなく、その間の部分についてもこのメッシュが使われているので、ただポケットが快適っていうだけではなく、履いた時のことも考えていると思うんですね。ロゴの方は左のももの前の部分に、まあ、反射素材のものでプリントがなされております。もう少し下の方にたどってみると、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、膝の部分がですね、立体裁断になっているおかげで、履いた時非常に快適です。名前にもジョガーズっていうのがついている通り、まあ、この裾のところはゴムでちょっとキュッとしぼむような形になっておりますね。では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 、特徴の1つ目、とにかくシルエットが綺麗です。トレイルランニングで履いたりできますよということで売り出しているので、まあ、走っている時にあんまりダボついていると走りにくいし、枝にも引っかかるしっていうところがあるので、タイトに作られているっていうところもあると思います。丈の長さについてもすごい絶妙な丈の長さに作られております。ちょうどくるぶしにくるぐらいにできていて、これがね、長すぎるとやっぱ余っちゃってダボダボになってしまうし、短すぎるとくるぶし出すぎているのもちょっとかっこ悪いじゃないですか。この絶妙なラインが攻めきれているっていうのが、まあ、他のジョガーズでは真似ができないパタゴニア独自のものなのかなっていうところですね。で、このすごいシルエットが綺麗なので、ジャージを履いているっていう感じがあまりないので、トップスとの組み合わせ方によっては普段に履いても全然かっこいいようなシルエットになっています。後でちょっとそちらの方も実際に履いて上にもいろいろ着用していきたいと思いますので、お楽しみ。2つ目が履き心地がね、とにかくいいです。タイトなものってこうキュッと締まっているので動きにくかったりするじゃないですか。なんですけど動きにくいっていうことがね全くないんですね。っていうのも、まあ、この素材がねポリエステルでできていて、やや伸びますよっていうところももちろんなんですけど、この膝の部分がですね立体的にこう曲がるようにできているので、こうしゃがんだりした時に生地の伸び感だけに頼っていなくて、形でも考慮されているので、体にストレスなく動くことができるっていうところですね。これがまあポリウレタンだったりとか
素材の柔らかさだけに頼った快適性を求めていると、やっぱ素材は何回も伸びたり縮んだりを繰り返していくことによって劣化していきます。その心配が、まあ、形がねこう出ているっていうところもありますので、やや安心できますよね。まあ、レギンスだったりとか、まあ、短パンを履いている時のような、まあ、快適性があります。そして3つ目が、薄くて軽いんですよ。これがもうね、ペナッペナでできていて、だいたい 2.6 オンスでできております。で、重量もすごい軽いので、デニムを履いている時よりも圧倒的に軽いんですね。なので、そういったところでの動きやすさっていうのもあります。履いている時はもちろんなんですけれども、これをまあ折りたたんで旅行に行ったりとか、ランニングの帰りに履いてくるためにザックに持っていくっていう時も、軽いっていうのはとてもいいですね。薄いので速乾性はもちろんのこと、まあ、汗をかいた時のサラサラ感っていうのもすごいいいです。この表面がね、よく見ると格子状になっているので、まあ、表面的には水をね、撥水加工 DWR がありますよってお話ししたんですけれども、この内側の部分についても格子状になっているので、肌と接触する面積が小さいんですね。なので、すぐ乾くし、もし濡れてたとしてもあんまり肌にまとわりつかないっていうところで、ランニングでもハイキングでも汗かいても割とね快適なんですよ。こんだけ薄いと表面が破れちゃったりしないのかなって心配になるじゃないですか。まあ、僕ハイキングとかで結構藪の中を歩いたりして引っかかったり、まあ、家の中で履いたりしても今のところ穴が開いたりなんか傷がついたりっていうところはないですし、ちょうどこれを購入した時にスターの方とお話ししました。その方は畑仕事でよく使ってて、みんなからそれいいねって言われるんですよって言ってて、枝だったりとかクワとかスコップとかに当たっても意外に破れないのでおすすめですよなんて言っておりました。着用してみるとこんな感じです。身長172センチ、体重が58キロ、やや痩せ型で S サイズを着用しております。パタゴニアのアイテムはいつも S サイズを着用していて、こちらもいつも通りの S サイズです。試着を XS もしてみたんですけれども、僕お尻とももが結構大きめにできているので、ちょっとその部分がパンパンなのと、丈感もねちょっと短い感じがありましたので、 S サイズをチョイスしています。もう少しゆったり履くために M を選んでもいいかもしれないんですけど、そうすると今度丈の長さがちょっと長くなりすぎちゃうかなって思いますので、そちらだとお直しが必要なのかなと思います。なんでいつも通りな S サイズが一番フィットしてベストかなと思います。いかがでしょうか。まあ、1個目はね、ランニングに行ったりとかハイキングに行ったりとか、まあ、割とねこう運動する時のトップスと合わせてみました。こういうものと合わせてみると結構スポーティーな見た目になりますよね。足のね上げるのもこんなに快適ですごいいいですよ。こう屈伸もね全然ストレスなくできます。はい、すごいスポーティー。はい、次は白い T シャツと合わせてみました。こちらは最近僕がお気に入りのユニクロ U の T シャツになります。これもねちょっと別でね、また動画でお話しさせていこうかなと思うんですけれども、結構ね厚手でできていて、こうそんなにねこのビッグシルエット、この長いやつが今流行っているじゃないですか。そういうのではなくノーマルなのですごい好きです。白のね色もねすんごい良くて、これはねあと5枚ぐらい欲しいです。はい、まあ、こういうね白い T シャツと合わせることによって、さっきみたいなスポーティーな感覚ってだいぶ収まりましたよね。これであればね割とこう下に履くシューズとかも選ぶことによって普段使いでもね全然いけるんじゃないのかなって思います。ほんとねこのシャツをね軽くインしてね、こんな感じでも割とスッキリしていいですよね。はい、
ちょっと肌寒い時にこう長袖の T シャツなんて合わせるとこんな感じです。もうこうすると全然まさかスポーティーなパンツを履いているとは思えないほどな見た目になりますよね。いかがでしょうか。よく見ればテルボンヌジョガーズですけど、離れてみると全然わからない。いや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 、夏に履けるよねっていうんだったらやっぱり半袖のシャツですよね。ということでちょっとねブラックの半袖のシャツと合わせてみました。いかがでしょうか。結構いいですよね。まあ、T シャツみたいな感じの合わせてもいいし、こういう襟付きのねシャツにすることによってまたちょっと違う印象が与えられるのではないでしょうか。もちろん落ち着いた柄のシャツではなく、こういうね夏っぽいのとも合いますね。こういうのを着て海に行ったり花火大会に行きたいですね。快適ですね。このショーツがロングパンツになるだけでかなり印象っていうのは変わると思うんですよね。いいですね。まあこちらは夏でもロングパンツを快適に履きたいなっていう方におすすめしたいです。やっぱりデニムを夏でも履いちゃうと結構暑いな、ムシムシするなっていうところがあったりしますよね。これをね薄手のパンツに履き替えるだけでとっても涼しいんですよ。そしてねショートパンツ履きたいんだけれどもちょっと自分の中でのテイストとして違うな、子供っぽくなっちゃうなっていう方にもロングパンツで薄手っていう点でおすすめしたいです。アウトドア系のすごい人気のあるパンツでノースフェイスのアルパインライトパンツってあるじゃないですか。あれもすごいシルエットが綺麗でストレッチが効いて快適でかっこいいですよってあるんですけれども、厚さを比べるとねやっぱり全然テルボンヌの方が薄いんですよ。なので春とか秋とかはアルパインライト、夏はテルボンヌっていう風に履き分けてもいいと思います。とにかくシルエットが綺麗なので運動とか登山とかハイキングの時にもすごいかっこよく履くこともできるし、日常使いとしてもとってもおすすめできます。でサイズ感が結構タイトで小さめにできているというところがあるので XS サイズなんかは女性の方にも結構いいのかなと思います。あとシルエットがかなりタイトに尖りすぎているので体型に合わないとちょっと不快だったりするかもしれないです。僕は S サイズを履いていてお尻とか、ももの部分が結構太めなんですけど、そこは大丈夫だったんですけど、このふくらはぎの部分もやや僕太めなんですね。でそこの部分がこのタイトなテーパードが効いている部分とちょっと引っかかっちゃったりして、通常に歩いたりしている時は大丈夫なんだけど、ちょっとわざとらしく足をグッて上げたりして裾がグッと上に上がった時にこの生地の部分と僕のふくらはぎが引っかかっちゃって下に落ちてこなかったりするっていうところがあったりします。あとこの股上の部分がやや長めにできているなって僕個人的には感じるんですね。なので一度ね履いてみることをおすすめいたします。そんな感じでいかがでしたでしょうか。人気ナンバーワンのパタゴニアのパンツとも名高いこのテルボンヌジョガーズ、まあ夏はねショーツが確かにいいんですけれども、こういうのもねおすすめですので、よかったらぜひ、ショップに行った時とかに履いてみてください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。で僕ってちょっと寒がりじゃないですか。だから、まあ、上に着るものも下に履くものもすごいこう厚めなものとか枚数とかをね、まあ、重ねたりする傾向があるんですね。だからこの薄手なロングパンツって、なんか薄いからちょっと寒そうだよねって思うんだけれども、
夏は結構涼しいんだけれども、ちょっと寒い陽気の時でもこんなに薄いのに結構ね、あったかかったりとかするんですよね。そんななんか不思議な感じがあって、僕のわがままにも応えてくれるっていうので、なんかいいんですよね。思ってたより履ける期間って長そうだなっていうのが僕の感想です。春とか秋とかもね、結構いいかもしれない。はい、やっぱみんながね、おすすめしているものっていうのはいいんだなって改めて思いました。はい、バギーズもいいけどテルバンドも結構いい置き